22年前の阪神・淡路大震災で被災地神戸、芦屋、西宮が壊滅的に被害を受けたんですね、この阪神間では。でその中でですね、まあ、その周りも被災しているわけですけども、その阪神間の被災地の中 ですね、どうして西宮市だけがこの情報システムを駆使した被災者支援業務を完遂し、被災者支援業務をね、有効に、まあ利活用できたかということなんです。指示は被災者支援のための上司との個室を活用というんですけども、まあ、私から言いますと、災害時の危機管理に本当に役立つ被災者支援システムだというようなタイトルでいつも喋ってます。この3つのテーマで今日は話しさせていただきます。やはり ICT がですね、危機管理にいかに重要かと、役に立つかということ、それからまあ最近の取り組み、これの失敗事例と成功事例をお話しさせていただきたいと思います。当時はそんなことが全くなかったわけです。しかし当時この BCP を完全履行した自治体が我が西宮です。でその背景は何かと言いますと、この一言に尽きるんですね。けども、まあ、それはこれに尽きるんですね。実は西宮市は日本で最も早い時代に電算システムを導入したと。1961年昭和36年。でこの時代はですね、西宮、京都市、大阪市、この3市がとこの時に電算システムを導入するんですけども、西宮市だけは職員自前システムでどんどん行ったわけです。もちろん当初は民間からの、まあ、教えを請うわけですけども、まあ、よそはみんな当初から民間丸投げと、まあ、そういう意味で職員の発想及び指導による西宮市方針、我々が考えるんです。我々が実際に作るんです。当時はバッジ処理も大体月単位の仕事をしてたわけですね。でそれが昭和50年代に入った時にオンラインシステムに移行すると、この時に日頃我々が毎日業務ごとに仕事をしている職員がこんなアホなことして何してんねんというようなことになってくるわけね。要は住民を気にした台帳管理システムなんですわ、役所の仕事というのは。だからこういうやり方ではダメだということで、当時考えたのは住基基盤、住民をキーにしてあらゆる業務が一気通貫連動するという、そういう考え方をですね、その当時今から40年以上前に考えたんです。さらに付加価値として今日は覚えていただきたい、おそらくこの前半にもいろいろ出てきたと思いますけど、我々は40年以上前から実は住所辞書という考え方を持てたわけです。その住所に対して、住基の住所に対して絶対的な位置座標を振ったんです。それがですね、住民の生命財産を守る大きなですね、力になっていくわけです。ですから、あの阪神・淡路大震災で、西宮市は他市と違って、東日本と同じように、庁舎全壊する、電算機倒壊したんです。そこから復活していくんです。この時に、もちろんインフラについては民間の力、我々入っておられた民間ですね、まあ、日立でしたけども、大活躍してくれるわけです。まあ、お金の起源ですね。当時、そんなこと言っておられませんから、まあ、官民連携の一種の作業をするわけですね。当初我々はですね、工事の設計施工から立ち会いから障害回復訓練から日々やってました。ですから日立の CE よりですね、能力上の部分も結構あったわけです。まあ、そういう中で、わずか2日足らずで、電算システムがですね、約2割動いたんです。その夜中動いたその時にですね、まさかと思いましたけども、その2割をですね、その19日の朝一番から一番大事な仕事を、住民情報システムを稼働させたんです。そして市長サービスセンター全てのセクションに動作確認をさせたところ、間違いなく動いているということで、重機が完全に動くと。それを確認した後、19日の昼からですね、被災者支援システムの構築に入っていったんです。まあ、これによってですね、被災者支援業務を中核とする復旧復興業務もですね、他市と比べてはるかに多大に貢献したんです。この我々の作った当時のホストコンピューターで作った今やウェブ系の仕組みです。この汎用化に打って出たんです。そして全国展開、その時に今日牧さん来られてますけど、牧さんだから推奨されてた、まあ、共同アウトソーシングシステム事業なんかのですね、一環にですね、まあ、我々応募するんですけども、このシステムをですね、
ライブラリーに登録してもらうというようなことに進めていったわけです。で、私が退職の前にそれを完成させて、退職を西宮市情報センターでそのサポートセンター事業を運営するというようなことになっていったわけです。これが西宮市の総合行政情報システムです。大体の自治体はみんな縦割りなんです。うちは全部串刺しになったわけです。住民をキーにして、まさにその総合住民情報システムの受給、これが基盤です。この基盤の中の宛名を取り出して、あらゆる業務が、移動自由がなされた瞬間に全ての業務が更新されるという。さらにはもう一つやってるんですね。教育情報システム。県庁職員と言われることで、少し違い保険的なシステムなんですね、教育委員会の場合。でこそマイナンバーという言葉がありますけど、私は昭和47年にも住民番号、世帯番号全部振ってるわけです。そしてですね、キーがなかったら電算処理はできないんですよ。そういう意味で、ついに、そういうね、我々がモデルのシステムであるということを言い続けてきたんです。私のマイナンバーの考え方は、国民の生命財産を守るためのマイナンバー、この一点だけです。